山陽鉄道1 2 6五日市鉄道 3D&RGW453 ークレイン式複式蒸気機関の構造ボークレイン式複式蒸気機関とは蒸気機関車に搭載された複式機関である。1889年にボールドウィンロコモティブワークスのサミエルボークレインはボークレイン式機関車を考案した。この設計では 在来の端式膨張機関と同じスペースに収められる複式膨張機関を用い、在来型の便装置により、高圧、低圧両方のシリンダーを単一のピストンバルブで駆動できた。この方法で燃費効率は改善したが、同時にレシプロマスの増大が起きたことで振動が、 激しくなるという副作用があり、メリットの燃費も加熱器が使われるようになると、短式との差が小さくなったことで生産されなくなった。なお、燃費効率以外では、トルク変動が2気筒短式より小さくなったが、これは、副式で、カットオフの長いことが要因である。デンバーリオングランでウェスタン鉄道の K-27 や国鉄8000形状機機関車。 国鉄8450形状機,機関車で採用された。ありがとうございます。